まさか直々のお出ましとは。貴様に封印された復讐がやっとできるわい。なるほど、あの子供はお前の力によって形成されたものか。しかし弱な竜王、覚えているか。こうなったのは俺とお前の本意ではない。ザレ言を知れい。いざ。部内者禁止。我を裏切った貴様がまた我を裏切るというのか。そう思うのならそれも致し方ない。いつの時も記憶を持つ者は真実という重みを背負う。次の仕事は。かつて貴様に宿命として受け取れ、弱打竜を。宿命、宿命、宿命。それが神の器とでも言うのか。不要なもの。違う、貴様が忘れ。この声、弱打。え、クンジャ。久しいな、モラクス。貴様は一体。見ての通り、弱打竜を。先の戦いの中、おま、仕方のないこと。これが真相を告げなかったのは悪かった、旅人よ。我も正確には、我は完全な弱天地陰陽両義。我とそこの竜王をそのような存在。弱羅竜王が二人も。ありえん。まさか結界が緩み、貴様の力が外界で、そこで貴様は封印が緩んだことを利用しようとした。甲府をさらってきたのも封印。ザレ言、貴様が我の一部だというなら。我は封印が緩んだ時に覚醒した。も我の意識は混沌であった。沈流石の一件で異変に気づいたが、もしお前の力。貴様のせいではない。我はとっくに変わり果てた。長かった。若い人間と。どちらでも構わない。弱打竜王は今の記憶は長くは持たない。残留できるのは強烈な感情のみ。魔王によって弱打竜王の思考は奪われ、竜王は暴虐を尽くし。それは人間が我を支える地。確かにそれは事実だ。だから貴様は双眼鏡当初、領土を開拓し生産性を発展させるために、リー・ユエジンは鉱山。魔王も我らをより獣のように。モラクスは自身の力を用いて。だから我らは貴様となり、貴様の意志から我が生まれた。
我は貴様の最後の契約、ジャクダ竜王とモラクスの契りを。やめろ。我こそはジャクダ竜王の善意の残滓、契約の意思を掲げ未来のため。断る。我はジャクダ竜王、元素結晶により生まれし者、大地の力と記憶を背負い。モラクスは虫けらでは。虫けらの神なんぞ、虫けらも同然。貴様は忘れたのだ。貴様が忘れたことも我の心に残っている。貴様が天道万象三回家業高知生成三女別おかしい。なんだこの感覚は。貴様はとっくに枯れ果てた。我より春になれば荒野に雪が降り、一瞬で溶けゆく。違う、そんなもの。宿命でなくともすでに定められたことなの。モラクス。あの女の子が完全に消えた。ジャクダ、もういいのか。自らけじめをつけたのだ、モラクス。貴様、今の名を勝利と言ったか。ああ好きに呼ぶといい。貴様が我に与えたもの、大したことではない。目が見えるものにはわからんよ、盲目の竜がそろそろ力が枯れ果てる。相変わらず察しがいい。少し外を歩かないか。今やるべきは封印の外にいる子。そうだ、だからこそお前と